この影もね。そうなんですよ。じゃあ手塚さんごめんなさい、ちょっと大変かもしれないけどカメラそのままキープしてくださいね。はい、僕今ライトの高さ変えていきます。はい、よいしょ。例えばまあそうだな、今太陽、このライト太陽だとすると、今10時とか11時ぐらいの光、はい、だんだん夕方にしていきます、はい、当然影が長くなってきますよね。はい、うん、こういう時間軸のイメージで絵作りするもよし、例えばそれはまあ今たまたま結婚式の話をしましたけど、2人がこれから暮らす場所がね、すごくこう海べりのすごくこう水平線ギリギリのところから日が差すようなところにこれからお住まいになる、もしくはそういうところに住んでたっていうんだったら、こういうイメージでもいいわけですよね。なんかこう、あ、なるほど、ね、でもそこまで抑揚つけなくても写真もちゃんと見せてあげたいなっていうとこういうことになってくるわけです。はい、さらにちょっとこうハイライトをわざと入れてたからせちゃうとか。なるほどなるほど、まあ、これ全体に入っちゃうとうるさいですけどね、まあ、要所要所ちょっとこう入ってるとこれは画像フォトショップで作ったものには見えないですよね。やっぱりこう写真で撮った雰囲気が伝わってくると思うんですけど、じゃあ手塚さんもう一回離れて僕を写してください。はい、まあ、やったこともう一回同じことやりますね。お願いします、はい、ここを高い状態から打ち下ろした感じ、だいたい10時11時ぐらいの光ですよね。はい、だんだんこう夕方になってきます。はい、もう一回戻ります。今11時って言いました、ごめんなさい、2時ぐらいにしときましょうか。はい、今ね、はい、高崎さんの手のライトの動きの方を、はい、収録してましたので少しもう一回、はい、時間軸を変、はい、2時ぐらいでだんだん夕方に向かっていきます。はい、影が伸びてきますよね。はい、はい、こんな感じ。まあ、これはやりすぎですよね。これだと多分写真が見えないんじゃないかなっていう、ドラマチックすぎます。ちゃんと写真の情報を伝えようかなと思うとある程度カメラに近い角度から打ってあげるのがいいです。はい、それ以上近づいちゃうと今度はハイライトが入っちゃうので写真がまた見にくくなるということになってきます。はい、まあ、なので、まあ、今分かりやすくちょっと近づきましたけどこのくらいかな、どうでしょう。よいしょ、これでまた調整していきましょうか。はい、じゃあいっぱい撮りましょうね。シャッター切ってみましょう。カメラ構えて。よいしょ。大丈夫かな。じゃあ一回シャッター切ってみましょう。はい。はい、カメラ側で切ります。はい、カメラ側じゃないか。はい、パソコン側で切ります。はい、撮ります。はい。あ、もう大体。パソコンが行ってみましょう。もうちょっと下手にやった方が良かったかな。うん、割と行儀いい風にはやってますよね。そうそう、こういったハイライトが入るのが味ですよね。はい、うん、これなくそうと思うと完全にはなくならないんですけども、まあただこういう、ハイライトがまあ、僕の場合は商品カットですけど、一応その写真の顔になるところにあまりかからない方がいいですよね。なるほど。特に人物写真の場合は特にそうだと思います。あ、そうですね、うん、顔にかかっちゃったりしてその顔が見えにくいと、うん、そこはやっぱり嫌ですよね。そういったことを配慮しなければいけないんです。で、じゃあ実際にその配慮ってどうするかっていうと、はい、結構こっからが大変なんですよ。例えばそうなんです、うん、今例えばこの部分、この影長いですよね。で、このペットボトルのロゴをもうちょっと見せてあげたいとなれば、この髪をもうちょっと下に下げてあげないとダメですよね。はい、要するにカーリングが強いわけです。また逆にここここを影伸ばしてあげたいなと思うと逆側にこう反らしてあげたり、まあ、仕掛けを施してあげなくちゃいけないわけですよね。なのでそこは一枚一枚の裏に両面テープを貼ったり、まあ、もしくはこう粘土を丸めたようなもので浮かせてあげたりっていう、高さ出したり、そうなんです。はい、実はね、その作業が大変なんです、これ。なるほど。うん、で、そんなね、簡単にいくものではないんですが、でもこういう写真って手間をかければかけただけ
良くなります、うん、イージークリーナーって言って、あの絵を描く人が、なんだろう、これ消しゴムって使ってるのかな、練り消しって僕たち呼んでるんですけど、あの粘土みたいなものですね、白いんですよ。くっつかないんですか？あのね、いい塩梅です。あ、いい塩梅です、はい、うん、まあ、例えばこういう影出したいところにこの下にこれ入れちゃうんですね、こうやって。もちろんバレちゃっちゃいけないんで、見えないように、うん、で例えばこういう。なるほど。たださすがにこれ浮きすぎですよね、その高さ加減してあげるんですけど、ほんのちょっとでよかったり。なかなか大変なんですよ、特にこの俯瞰の作業っていうのはね。あ、いい感じに入りましたね、はい、うん、あとこだけね。で、両面テープで留めるって言ったってね、さっきせっかく置いたものをまた、よいしょ、例えばここでしたっけ、もうちょっとここをこうしたいんですよね。そうでしたね、うん、そうすると紙同士だと紙も生んちゃうから、よいしょ、そんな風にここにこう貼っちゃうんだな。ピンセットで、よいしょ、いい感じになったでしょ。なりましたね、うん、という具合に一つ一つやっていくんですよ。なるほど。気が遠くなるでしょ。バサバサっとこうカラージュだから置くっていうよりも、うん、もう本当に商品撮影と一緒ですね。そうなんですよ、結構頭の中フル回転ですよ、これ。でさらにこう画像に、ん、写真になってるものだから、はい、置き方一つで再フレーミング、再トリミングをしながら、そうです。そして本題を生かしながら、そうですね、めんどくさいんですけど、で一つにまたそれをまとめると。そうなんです、めんどくさいけども、ごめんなさい、僕は楽しんでます。うん、だいぶいい感じになってきたんじゃないですか。あと、こうしたところ、ラインが重なっちゃうとつまんないんですよね。ここはね、わざとギザギザさせた方がいいです。ちょっとずらしてあげる。こういうのでもいいかな。うん。かなり行儀よくやってますよね、今ね。はい。じゃあ、もう一回撮ってみましょうか。はい。はい。じゃあ、光ります。はい、光ります。これ、先ほどの状態です。はい。で、今直して撮ったのがこれ。じゃあ、このね、金魚のこの辺、この角をちょっとアップにしてもらっていいですか。はい、これが元の状態。この辺の影見ててください。さっき白い粘土を入れて影を起こした状態がこんな感じですね。少し浮かせました。なるほど、なるほど。ちょっとしたことでも全然、やっぱり、輪郭が立つんですよね。ああ、本当ですね。もう少し起こしてもいいかもしれない、ね。まあ同様に今度ここのペットボトルのところ、ここがやっぱり隠れすぎですよね。影で、影が幅がありすぎて、それを直したのがこちらです。ああ、うん、違いますね、はい。こんな感じで作っていくんですよ。おお。もっと簡単なものなのかと。そうでしょ、ね、割とパラって見えてたんですけども。見えたと思われがちなんですが。はい、じゃあ、今僕割と行儀よく並べましたんで、はい、ちょっと崩してみましょうか、今度はね。はい、ちょっとこうわざと。ただこれも崩し方って大事で、適当にやればいいってもんじゃないんですよね。やはりこう、隣り合った2枚が同じ角度になっちゃうととても気になっちゃうんですよ。うん、だから程よく壊していくっていうのがまたこのさじ加減がね大変なんですよね。1枚動かせば1枚にまた影響しますよね。そうなんです、全部変わっちゃうんですよ、でも今ささっと動かしただけなんですけど、もうこれでもだいぶ変わったと思いますよ。
はい、じゃあまたこれでシャッター切ってみましょうか。はい、じゃあ一旦ここで撮ってもらってもいいですか。上行けますね。はい、じゃあこれで一回シャッターを切りますね。はい、撮ります。もうやっぱり手慣れたものだな。はい、今これがね、少しこう1枚ずつの写真をバラバラと、崩した状態、少し整然としすぎてた、まあ、これはあの綺麗に撮ったんですけどもね、はい、あえてわざと崩したものがこちら。なるほど。ちょっとだけ緩い感じになってね、軽くなりますよね、雰囲気が。若干やっぱりカジュアルさが出ますね。はい、はい、OK です。はい、ライトは一発でいきました。そして今日使った機材は、ニコンのデジタル一眼レフ、そして、まあ、これはなかなか誰でも持ってるっていうわけにはいかないですけど、俯瞰用に、動画用の、クレーンの小さいものを使いました。まあ、なんていう品物なんでしょうか。ちょっと僕も詳しくないんですけれども。はい、こういった感じで撮影終了です。いや、見せていただいたけど、もっと簡単なものかと思ってたんですけどね。でしょ？何でもやってみると大変なんですよ。やっぱ裏をね。でもシンプルな撮影なんですけど、うん、シンプルなものほど丁寧にやればその写真は輝いてくれるというか、うん、ちゃんと跳ね返ってよく見えてくれるようになってくれると思ってます。なるほど、うん、まあ、どんなものも一緒なんですけど、はい、というわけで今日は、コラージュにトライしてみました。コラージュというとみんな今パソコンでやっちゃうんですけれども、ぜひこうやって撮影でやってみられてもいいんじゃないでしょうか。まあ、特にこのライトは一発でできますから。で、影が強いなと思ったら今度は銀レフ入れてあげればいいわけですね。比較的照明に関しては簡単にできますんで、ぜひやってみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。